はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、バランスボールを使ってプランクをやっていきます。お腹を引っ込めたい人におすすめです。で、実際ですね、プランクをするときにポイントが3つあります。腰を丸める、動く、跳ねる、この3つがポイントです。この3つを意識できると断然にお腹は引っ込みます。よく30日プランクチャレンジとかありますが、そんな30日もかかりません。よりきつくすることで効く期間を縮めることができます。で、今回バランスボールを使ってプランクをするんですけども、バランスボールの上で行うことによってより筋肉をたくさん使ってもらうことができます。いわゆるバランスが取りやすいところでやると、使う筋肉が少ししかないんですけども、グラグラするところでプランクをすることによって傾く戻すという動きを素早く行われるために筋肉をより使われます。なので短い時間でより効きます。なのでお腹をしっかり引っ込めたい人っていうのはバランスボールを使ってやってください。まずやり方からいきます。はい、まず初級編といえば、肘をついて腰を丸めてキープ、これをまず1日10秒から30秒やってみてください。で、これに慣れてくるとですね、肘を少し前に出してキープ、肩の下じゃなくて前に少し出してキープです。で、これを10秒から30秒で、今度はですね、肘を少し前に出した状態で肘を押さえる感じでボールをクッグッグと体を揺らします。この時に腹筋にすごいグッグッと負荷がかかりますので、とってもお腹引っ込めに効果的です。で、最後はですね、肘ではなく手です。ボールの横を持って手を伸ばして、少し肘を曲げてお尻をグッグッと、腰が反れないように腰を丸めたままでグーッとお腹を下で伸ばします。お腹を締めたままグッとやっていくと効きます。で、今回ですね、一緒にやっていくパターンはレベル2でやっていきましょう。肘を少し前に出してキープです。これを今から30秒間一緒にやっていきましょう。はい、ではいきます。腰を丸めて肘を少し前に出します。この状態で腰が反れないように腰を丸めてキープです。できるだけ肘を前に出してください。あと15秒。もう少しです。あと5秒。はい、お疲れでした。はい、皆さんお疲れでした。どうでしたか？バランスボール、大きさいろいろあると思うんですけども、できるだけですね、空気を入れすぎないように、少し空気少なめの方が難しいですから、あんまり空気カンカンにせずにやってみてもらえたらと思います。床でやることにね、慣れてる人はバランスボールを使ってプランクをやってください。で、バランスボールはですね、結構使い道あるし、意外とみんな持ってると思いますんで、また取り出してですね、またバランスボール使ったメニューいっぱいあげていきますんで、また一緒にやってもらえたらと思います。よかったらグッドボタンやコメント待ってますんで、またご視聴ください。今日もありがとうございました。Thank you.